おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。さあもう10時40分。おはようじゃないじゃん。収録って基本的に朝に行ってるんで、あとまあ単純におはようございますっていうのが、まあかなり昔から、どうだったかな、このおはようございますに関してはね、結構前からだよね。いつだったかな、いやもうちょっと思い出せないぐらいおはようございますがね、浸透したんですけど、僕の挨拶って。おはざーすって伝えてますけど。ちなみにこれちゃんともうおはようございますには元ネタがございまして。某とあるキャラのせいなんですけど、まあ。皆様に問題です。はい、この武器は何ですか？バトルマスターは確かに強い職ではございます。しかし、なんだこの武器は、メガトンハンマー。三足のとマシンなの合体武器です。そして音も見てください。技が変化します。この技の詳細を得る人は、かなりのプロだと思います。これでもかというほどにまで、またマイナーなものが詰め込まれてしまいました。個人的にはやっぱりマイナーの基準ってやっぱ人それぞれなんですよね。でもなんだかんだ言ってね。僕がマイナーだなって思ってるモンスターが、マイナーじゃなかったり、いや、こいつはメジャーだろうっていうのが、何モンバト界隈ではマイナーになっちゃったりとかね。正直サイコロンなんてめちゃくちゃメジャーだと思ってんだけど、どうやら他の方からするに、なんとか、まあマイナーな部位に入るらしいっす。イエティビッグアイはまだ100歩譲っていいんだけどさ、サイコロンって。まあそんなこともありながら本日、これは確実にマイナーです、ぜひ。僕はただ一つ言えます。これはどう見ても、誰がどう見てもマイナーが揃ってます。しかも技が変化するんですけど、これ第3の技、そしてメガトンハンマーって知ってますか？行くぜ！これもうね、覇王の一撃みたいなもんですよ！俺行くぜ！外したね。メガトンハンマー、三足炉と魔神の炉の斧二つでできるね、融合武器なんですけど、まあ、非常に知名度が低い。そして行きます！スタンニード！行くぜ！相手を縛り付けて、せーの、とどめの一撃！イエーイ！これは強いよ。強い強い、やるじゃん。サソリバチがやってまいりました。マイナーモンスターによりマイナーのためのマイナーのためのさ。そしてこちら爆裂の前です。行くぜ、爆裂前！見て！同じ、動き同じ。ソルジャーブルーと動きは全部一緒なんだよ。ゴンズに至っては、実は本当に分かりやすいですね。見た目通りというか、なんか期待通りの技ですよね。スタンニードルがね、お、来た！行きます！とどめ！行くぜー！あー、さ、外してるけどね！いや、麻痺させんのは強いな。ニードルなしは毒だったけど、やっぱ麻痺って強いからね。ここでデビルクラッシュ！行くぜ！大振りに行こうや！ 1、2、3！ はい！わーって。バトルマスターの武器って弱いわけじゃねえんだよ、別に。少なくとも、バトルマスターって融合武器でね、弱いやつなんてあんま見ないっすよ。唯一僕がなんか前に使ってて、かつ、あ、これで弱いなってなったのは、メタルウィングぐらい。このゲームでも残念な扱いだったらメタルウィング。さあ、もう一つの技をね、出していませんでしたね。マインドブレイク。精神崩壊。相手は混乱。ハンマー投げ捨てて。一撃せーの、オーラン！マインドブレイクって言いますけど、これ混乱ですね、ちなみに。さあ、はい、糸引いて、はい、とどめの刺激、はい、はい、やるじゃん。あ、バギークロスですか？うん、そうですか。まあ、見た瞬間バギークロスだとは分かってたよ。バギバギマンバギマンだもんね。スタンディードルはね、会心発生率が高いんですよね。サソリバチはそこそこ、まあ、自分の会心率もあるかな。いった、いった、あ、いた。ゴズ、ジャミが、ね、今日、隣ジャミじゃないからね。お前の隣にいるのジャミじゃねえぞ。誘いバチだぞ。まあ、突進切りも強いんだよね。素直にね、行動不能がね、突っ込むこともあるんで、素直に強い奴らが集まっております。おっと、失礼。上ボタンでギアスタッシュを出した。バトルマスターの技も両方ね、使いやすい攻撃技です。まあ、ちょっと命中率悪いぐらいなんで、そんなに気にするほどでもないかなと。
はい。なんで攻撃面に関してはね、サソリバチが一番下手れちゃうかなっていう感じです。今のところニードルダッシュで、ニードルダッシュじゃねえわ、なんだスタンニードかニードルダッシュ、勘違いされてたわってサソリバチに関してはマジで誰もわかんなかったぞ、スタンニードル。俺も今度買ったもん、はじめ。なんだっけ、この技って。さあ、マインドブレイク、精神崩壊、相手は混乱、1、2、3、はい、おお、必殺スタンニードル。糸吐いて、相手を縛って、とどめぬ一撃、はい、弱いな。素の威力に関しては、ニードルダッシュより弱めです。回避率が上がったことと、麻痺にさせることがね、できるようになったっていうぐらいで、実はちょっと弱体化した、糸ゴンズさあ、ゴンズ、とどめる時期行きましょうか。いけ突進切り縦に一戦、せーの、せーの、はい、オッケーちょっと、なんか耐久不安になってきたな。お続くぜ、この動画。あれこの背景はまた、例の、もう300回やってるんでね、マイナーなね、マイナーな魔王が来ますね、これ。よし、トーリーでは、もう切られませんでしたからね。私がマイナー？そんなことはないでしょう。すまんな、僕は、フローハラ派なんだ、ドッキュンって。まず開幕とどめる刺激でね、まあ、ゲマーもね、マイナーな部類に入っちゃうんです。このゲームで言うなったらマイナー。原作で言うとすごいメジャーなんですけど、このゲームで言うと、まあ、弱いことということで、マイナーな部類だと思っております。なるほどね。なるほどね。まあ、ここは素直に勝ちに行きましょうか。ゲマは打撃に弱いんでね。バトルマスターの打撃がどんだけと500個は硬いと思うよ。ね、ゴンズがいるんですけどね、こっちにはね。お前のテスト預かってるからね。俺。俺、お前のテスト預かってるよ。どんな気持ちこのゲームではジャミア、ゴンズはね、まあ、ゴンズはともかくなんだけど、ジャミア特に強いからな。ゲマもびっくりすることだよな。おー、オッケー。ちょっと怖かったけど、大丈夫だった。さあ、おっと、仲間を呼びます。今から。そういや、みんな行くぞはい、一斉攻撃、行くぜうーん、ブーサソリバチで340。あ、これ決まるな。ヨーマ滅殺デビルクラッシュ !1、2、の 3! うおーっとなるほど。最後は手下にやられるという、その展開がお望みですかね。行くぜ！おい！手下にやられる気持ちはどうだい？おお！いたぶって呼んだ！もうゲマ。最後の最後に味方に裏切られちゃったのがゲマ。すっげえかませ。ゴンズよ！なぜ私を裏切った ?Your story でもう切られなかったからか。怒っていらっしゃいますね、ミルドラスさん。ゴンズが反逆に出たことに相当お怒りのようでございます。つばぜにさえ勝てばって感じですよね。いや、収録、ちょっとだけ収録の時間が。ミルドラスでさえ糸でね、絡め取ってしまえ。おら !201 か!201 か、貧弱だね。さあ、この爆裂の前で、ね、弱点取れてんじゃねえかな。いけ爆連の前、せーの、オッケー、いいよ、ゴンズ。ちゃんと打点出して。で、相手を混乱、相手をマインドブレイク。いけぜ、一撃必殺なんだね。ヨーマ滅殺と一撃必殺なんだね。へぇー。ここいってんすか、どうラッキーです。さあ、つばぜりに全てがかかりましたこのつばぜりに全てがかかったと言っても過言ではない。行きましょう。このターンですね。ここで勝った方が勝ちだやだな、久しぶりなんだよな。まあ2秒でがっつり止めます。赤平均取れよ、はいはい。あとはね、相手が強くないことを祈るだけ。よっしゃー、オッケー、はい、オッケー、素晴らしい。あー、この緊張感が怖くて仕方ないわ。3。怖いのは、こいつ4号、いてつくありますね。なんてやつだ !4 号いてつくあるっていうのはどういうことかっていうと、次のターンにね、ちょっと入れてあげたいんだけどね、本当は。
いけ、爆裂の前だ、行くぜ、オーラ行くぜ。ちょっとね、こう焦るんであれば入れてあげたい。そのだけど入れる気がしないっちゃしない。4-5-2鉄子を食らったらもういろいろとまためんどくさいことなんで、この3ターン目で速攻でもう乗せてあげてえなと。なんだったらとどめに突き打つもあるかもね、ありかもね。それ多分この HP にすごい今余裕があるんですよ。だからあえて打ってしまうのも手かな。死なないでしょそもそも。最悪のパターンを返す、うん、いた、最悪のパターンを回避するんであれば、もうつばぜりも勝ってるし、あえてさ、とどめ一撃打ってしまってもいいから、おっとゴンズ、ここでゴンズが決めていく。凍てつく波動をされない、もう、されなければいいんだよね。はい、終わり。よし、お前らよくやったわ。こいつの不安要素をよくケアできたな。やるじゃん、サソリバチもゴンズも。悪いな、俺のフローラ派なんだ。ゼロツッキュン。あれ結局またフローラ出てきてるけど。いや会心、ナイス会心。4-5凍てつくをよく回避した。あれこのパーティーもしかして強い。もうミルドラスもびっくりだよね。あれお前ら何するんだっけ。あれわかんねえ、わかんねえまま俺しかも部下に負けてる。情けないな。ミルドロアスを倒したのは君たちかい。ということで、この手の企画ではかなり珍しい伝説の魔物使いです。君の連れてるゴンズってモンスターはちょっと危険なんじゃないかな。メジャーな DQ5 が揃う中、マイナーなものが3体。しかもサソリバチに至っては多分 DQ5 にいない。ゴンズを連れてるがあまりね、伝説の魔物使いの激凛に触れてしまったようで、どうも。さあ、状態異常が実はこのパーティー3体とも使えるんですよね。突進切り、マインドブレイク、スタンニードル。状態異常で1回止めるか大事になってきます。さあ行くぜ、スタンニードル。はい、相手の準備待って、お前麻痺にさせてやるか。ほい。麻痺確率もそこそこ悪くはないんだけどね。さあ、スウェット3日から接風の基盤、よいしょ、ああ、サソリ待ち。こう、そうか。これ打撃サソリ待ちダメか、お前。そうだね。このパーティー、サソリバチが、耐久もろ。耐久にもろすぎる。うわ、マジか。うわ、ちょ、待って待って、サソリバチちゃん。急になんか相手が普通のモンスターになった瞬間、足引っ張り始めたぞ。大丈夫だ、任せなさい。いけ、お父さん、ごめんよ。おらー、嘘。強っ。こんな強いんだ。破壊力は魅力的だな。やっぱハンマーって、ハンマーって武器がさ、よくよく考えたらかなり珍しい部類なんですよね。基本的に武器って、まあ、斧か剣ですよね。で、融合武器になってなんかクソザコブーメランになったりするわけですけど、その中でハンマーっていうのは確かに珍しいっちゃ珍しいね。さあ、削り合いでは全くもって互角です。もう、私は今ね、この、まあ、いつもの一人将棋をしてるんですけど、 SP 使うかどうか非常に悩ましい次第ですね。はい、スタンニードル、あれ避けられてるよ。糸の視点で避けられてるんだよな、もう。糸をひょいって避けられてる。あ、いや、ちょっと待って、劣勢、おお、こちらも負けじと、なんか待って、こういうのを見てるとね、一人将棋だからさ、あれだけど、巣のね、削り合いを 見たいってなっちゃうんだよな。さあ、マインドブレイクはピエールにいた。1-2-3。うわー、ちょっと嘘でしょ。あ、来たー、やばい。強い。マインドブレイク強いぞ。混乱させたはやばくないか。腰切りせ、せーの。いいね、いいとこ、いいとこ。混乱させてある。いや、もう SP なしでちょっとぶつかり合いを見たいな。となると、やっぱり、ちょっと親子のつばぜり合いを見たいなと。はい。
まあ、別に多分このつばぜりは勝敗に影響しないと思いますよ。あ、いや、それ以上。3、2、ここ!もう、え、あ!いや、これはもう、あれだよな。クラコンと B リモコンどっちが強いかの話だったよね。B リモコンの方がね、振るのは圧倒的有利だったりするんだけどね。癒着が起こりました。まさか、秒数違いなのに、同じの出すとはな。つばぜり合いで伝説の桃の使いを止めたことによりかなりのね、アドが取ってますね。うわ、勝った!え、勝った?こんなことないんだね。あれ?これ勝てるな。父さん!父さん!ゴンズは今、いい仲間なんだよ。父さんにとってはちょっと辛いことかもしれないけど、ゴンズは今は、私たちの大事な友達なんだ。いや、強いぞ。てか、ハンマーが強いんだよ。ハンマーが2連回心ポンポンポンだから。おっと行くな、スタンニードル。はい、相手の動き、あはは、また外れてる。この一ターンで、あ、やばいな、ちょ、待って。このターン、耐えれば勝ちじゃん、お前ら。つばぜり合いの関係上さ、耐えたら勝ちになるやん。いや、まさかそんなこともある、おあ、耐えたら勝ちになってる。うん。SP ありだったらもう、統合の前に勝ってる。さあ、なんだったら、終わるかこの一撃で !1、2、の3! はいあ、うん、あ、うん、誰も使わないだけでこのハンマー強えわ。